カイゼリン・アウグスタは1892年に収益したドイツ海軍の防護巡洋艦で同系艦はない。ドイツ海軍では大型巡洋艦に類別された。艦名は皇后アウグステ・ビクトリアにちなむ。本級は海外の植民地警備用の防護巡洋艦として1897から1889年度海軍計画で建造された。 イレーネ級の拡大版として改め設計された。高速を出すために、機関構成は、従来の二軸推進から三軸推進に改められた。1893年に、ニューヨーク港で取られた、カイゼリン・アウグスタと、ブッサルト級防護巡洋艦、ゼアドラー。本級の船体形状は、当時のドイツ装甲艦にも似た、還元の高い平ら板型船体である。 水面下に昇格を持つ監視から監視甲板上にチューブに単小灯台を配置した短脚式の全部マストが一機、その背後に船橋を乗せた箱型環境、環境構造の背後に2本の煙突が立ち、周囲にはキセル型の通風灯が立ち、周りは関西艇置き場となっている。関西艇は後部マストを基部とする2本のボートクレーンにより運用された。原則部には 張り出しが片言に監視部と完備部の2箇所に設けられ、そこに主砲の 15cm ライフル砲が棒立てのついた単装砲がで1機ずつ計4機が配置された。その他に船体中央部に5箇所のスポンソンが設けられ、前後部には 10.5cm 速射砲だが原則に棒立てのついた単装砲がで片言4機ずつ計8機が搭載された。 他に近接火器として 8.8cm 速射砲が8機と 3.7cm ガトリング砲4機が搭載された。他に対艦攻撃用に 35cm 魚雷発射管を艦首の水戦下に1門、船体中央部と艦尾側に水上発射管で片言2門ずつ4門を設けていた。 収益後の1896年に 15cm 砲と 10.5cm 砲を混載していた兵装を新型の 15cm 速射砲12門に改められて火力が向上した。1903年に煙突を 2m 伸ばして肺炎効果を向上させた。本艦は速力21.5ノットの発揮が戦略的に 艦体側から求められたが、従来の二軸推進形式では、レシプロ機関が大型化してしまい、防御甲板をエンジンが貫いてしまう恐れがあったため、三機に増やして一機あたりのレシプロ機関を小型化するために三、軸推進が採用された。この方式は、機関の高さを抑えられる他に、巡航時に中央軸もしくは両原軸のみ運転させて、燃費の抑制、運河や、 水路などを低速で抜けるときに中央軸のみ運転することで相関性能が向上、振動が少ない等の利点が多く、三軸推進は後のドイツ巡洋艦で広く採用されるようになった。機関構成は石炭線昇水管管をボイラー3室に軽発機を収め、直立型三段膨張型三気筒レシプロ機関を全部機関室に左右の推進軸を 後部機関室に中央の推進軸を回す3機3軸推進の構成で最大出力15,650馬力で最大速力21.5ノット公おけ試みで発揮し石炭810トンを搭載した状態で速力12ノットで3,240回りを航行できる設計であった収益後は1九百二年までドイツ東洋艦隊にあり 第一次世界大戦中は、本国で1914年に、砲術練習艦として運用され、1916年に、武装を、最新の 15cm 速射砲1門と 10.5cm 速射砲4機と、各種 8.8cm 速射砲に換装された。同大戦後の1919 19年に売却されて1920年に、解体された。ありがとうございます。